はい、おはようございます。おはようございます。ちょっと寒いです、今日行くのは猫岳と東屋さんですね。日本百名山です。これで東屋さん、はい、猫岳からね、ずっと東屋さんの方へ回ってく人気のルートを行きますんで、じゃあ行きます。砂平牧場です。入山には1人200円。ここからですね、猫岳まず向かって、牧場の横を上がってきます。はい、雨降ったんかな、なんか今朝富士山初冠雪したんじゃねえかっていうようなニュースも流れてましたんで、かなり冷え込んでますね。10度前後ですかこれ。いきなりお花咲いてるし、ね。ね、階段登ってたときに東屋がありまして、苗場も見えんじゃん。さっきのね、展望台というか東屋のとこから、笹原入ってきまして、さすがに白樺がバッチリと、入ってますね。ちょっと登り切りました、はい、行ってもらえばいいじゃん、皆さん。岩も多くなってきましたが、東屋さんっていうのはですね、東西南北ね、どちら側から見てもね、屋根みたいな東屋みたいなね形をしているということで、東屋さんという名前がついたという話です。大和たけるの御事がですね、恋煩いの姫様の名前を大きな声で叫んだという伝説もあるぐらいですね、見晴らしがいいということで、景色がよくてびっくりしました。景色いいね。どうしてもこの辺っていうと、やっぱこう岩山ね行っちゃってたから、西上州のちょっと先みたいなイメージなんで、まあ、こういうね美しい尾根歩きの山もいいんじゃないかなと。お花でも有名です、この山はね。お花がねいっぱい咲いてます。ちっちゃいのから大きいのから。奥様ねだいぶご機嫌ですけど、足取りが軽い。今咲いてます。ここからねちょっと楽しそうな尾根が見えてきました。尾根というかこのね高い木がなくなってきた感じで、ちょっとねなかなか佳境に入ってくる感じですね。このねワイドな感じ、まだまだ猫だけ行ってませんけどね、180度はもう行ったね、猫岳山頂ですかね。鐘がありますね。鐘鳴らしましょうかね。はい、一応猫岳ですね。猫岳、はい、奥様のお参りするそうです、はい。いや、こちら見えるようになりましたよ、ほらほら、雲海すごいね、雲海と、いや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 、これ正面があの東屋さんなんですが、あれ登ったらもっと見えるんだろうねこれ。いや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 、東屋さんまで、これからね尾根伝いに行きたいと思います。深田久弥さんはここのところをですね、付録のように付録のようだという褒め言葉を使っています。山の付録なんでしょうね、山の付録。いやでも雲海もすごい、雲ないのもいいけど雲海もすごいね、雲海すごい。
でまたこれ女子喜びそうな道だこれ。お、トリカプトっぽいの出てきたね。トリカプトだ。これ？トリカプト。トリカブトされますね。からの、おーい、この感じどう？どう？ここを歩くんすよ。ほら。あ、素晴らしいね。滑り落ちないでよ。はい。ほら、このね、これがね、猫岳が昔火山で噴火した名残なんですね。はい。もうずっと下ってね、また登りますけど、これがあれ登んのって思っちゃったら、この山来ちゃ来る意味ないな。これを楽しまなきゃ。雲海すごいよこれ。うわっ、ね、飛んだ後ですね、昔ね。巻くような形になって、急にこう岩肌のすごいワイルドな、はいはい、いや、急に野趣あふれる感じになりましたね。いや、これ変化に飛んでますね、なかなか。こっちでまた右に登り返す感じですかね。ただこのパターンはその、そこへ行くとスッと結構いい景色が見えそうな。よっ、わかりやすい。おお、すごい石が。おお。真実だ。これでもかというぐらい。変化あるじゃないですか。ねえ。花あり、景色あり、岩あり。なかなか長いな。お、またテンポ出そうだね。おお、こっち見てごらん、ほら。歩いてるんだけど、そっちの岩の上にちょっと行ってみようか。よいしょ、うわ、すごい。いや、ここずっと歩いてくんですね。これはね、たまらん。あの登り返し、まあある程度人員帯なんだろうけど、ちょっとワクワクするな、登ったらどうなんだろうね。富士山も見えてます。奥様のご機嫌具合がですね、足取りで分かりますね。もうなんかお花咲いてるしさ、ほら、お花は、お花咲いてるしさ、もうなんか行く先の道がさ、希望の私じゃないけどさ。先ほどのね、コルというか緑の絨毯とか登りかしに入りました。なかなかこっちは岩で湿ってますね。ずっと急登登ってきて、もう一段落じゃないでしょうか。あの明るいとこまで行けば、多分だいぶね、道が落ち着くんじゃないかなと思います。正面ピンクあるんですけど、こっちのピンクあって、矢印が落ち着いてるんで、まあどっちも溺れるってことなんでしょうけど、まあ、こっち行きましょうか。なんか匂いがしてきましたね、山頂の。これでね、尾根まで登り切った感じですよね。勾配落ち着きまして、日差しも復活しました。ちょっと登り返し、あの路面状態もとか、あの笹の出具合とかもあって
ちょっとハードだったね。浅間山が正面見えてます。ずらっとね、波乗りと山も登りは朝一番ですね。やっぱしって分かる人いるかな。いいじゃん、これ美しい螺旋を描いてますよ。これすごいね。はい、すごい。こちらも山、家、神社、谷川岳が備えてありますね。まず看板の横行きましょう。はい、山頂です。2354メーター。先まで行ってみたいと思います。まだここまで行く。じゃあね、山頂から戻ります。今度はね、周回コースの分岐まで戻って。分岐まで戻ってきまして、猫岳の方から来ましたけど、今度逆にずっとこっちから来たんだよね。こっち上がってきたので、今日はこっちへ降りていきます。そして最初のスタートラインへ周回するという形になります。はい、行きましょう。下り出しましてしばらく経ちますが、ちょっとね、だいぶ向こう側と道の状態が違うというか、乾いてるというか、シャドウもそうですけど、歩きやすいです。でこっちをね、上りに使うか下りに使うかはまあまあ自由なんですが、おすすめはやっぱ向こう側ね、猫岳の先登ってこっち降りる方が、まあ、安全かなとは思いますね。うん、あれをずっと回ってきたんですよ。ぐーっと、うん、もうこのね、ぜひ天気を見て来ていただきたいね。正面にね、猫だけ歩いてきた稜線がずっと見えます。開けたところに出たらね、この猫だけというか、この海岸の火山のね、傷跡が見えます。いや、ちょっとね、浅間山の方はもう雲上がってきちゃったね。北アルプスの方はもう全然バンバン見えてますけど、入っちゃダメなんだね。まあ、ちょっと登りたくなるようなところですけど、入っちゃダメ用のロープがあるので入っちゃダメよということで、高山植物を守りましょうということですね。はい、また下りも素敵な道が、続いてます。
贅沢だね、アルプス眺めながら山下るって。山頂で先に休んでた女の子が見たことが全然ないんですけど、槍ヶ岳の山まだだね、まだ小和妻山向こうだ、小和妻山、あ、小和妻、はい、行きましょう。もう牧場近くなってきましたね、もうね、だいぶ降りてきましたけど、はい、ここで少し鋭角にね、沢の方へずっと降りてきます。はい、行きましょう。これはシダとかもね、いっぱい、全国の図書好きの方、どうぞザ・図書でございます。今日ゆっくりしようかな。あ、ゆっくりください。こっちの方がいいんじゃない、浅くて、こっちの方が浅くて。これで最後にまたね、ドロドロ出てくるとシャレなのにね、コンクリートをまたいでいくような感じの、川渡りですね、これこそ足を洗いたいと。図書を終えてですね、まあゴールに近づいてます。はい、牧場の横まで出てきました。もうじき終わりですね。ここまで来て車道に出てまいりました。ここでまああらかたですけど、まあつかみのね岩はなかったですけど、いかがでしたか。猫岳の登りが楽しかったです。はい、鬼の奥には、猫だけから東屋さんに行く途中の奥庭が良かった。まあね、あれはプロ野球さんが付録って言ってましたけど、まあ、付録にするにはちょっともったいないぐらいのね、山はよく見えるしお花はあるし、最後にね沢もあったしね、うん、涼しかったね。なかなか楽しめる山だと思います。はい、はい、楽しいと思います。はい、こちらまで駐車場まで行きます。景色もあるし、素晴らしい山でした。はい。はい、まあ、ご満足ですか。はい、ご満足ということなので、まあ、次回のね、山も楽しみにしていただければと思います。また私のね、チャンネルもぜひ登録していただければと思います。じゃあまた次よろしくお願いします。